皆さんこんにちは、ゆきです。今回の動画では受かる受験生のモーニングルーティーンということで、受験生っていう目線での私がおすすめする朝の過ごし方をお説明していきたいと思います。一日の中での朝ってすごく大切な時間なんですね。朝の過ごし方が雑になっていると、その日一日中の過ごし方が雑になってしまうし、朝の過ごし方がシャキッと決まっていると、その後の一日の流れもスムーズにいくということが多いです。なので朝の過ごし方にあんまりこだわってないっていう方は、早急に朝の過ごし方を見直してください。何をやるかの前に大切なのが、やることを毎日一致させることです。習慣化っていうのはすごく大切なことで、受験生の場合だと苦手な教科を後回しにしちゃったりとかよくあると思うんですけど、毎日夕方の5時にこの苦手な教科を5分やるっていう習慣をつけるだけで、1週間で30分どんなに嫌でも勉強するっていうことができるので、どんなこともいいことは習慣にするように。習慣にするっていうのは、毎日同じ時間に同じように同じことをするっていうのを最初の1週間ぐらいはすごく意識的にやります。そうするとその後は自然と無意識にできるようになるからです。はい、ではここからはできる受験生がやってる朝の3つのルーティンをお話しします。1つ目は朝日をしっかり浴びる、またはお散歩をすること。夜更かしをしがちな、ストレスを抱えがちな受験生にとって、体内時計をちゃんと整えるってすごく大切です。人の体は朝日を浴びることによって朝だって認識をして、目がすっきり覚める仕組みになってます。なので暗い部屋に閉じこもって受験勉強してるっていう方も多いと思うんですけど、朝はしっかり強い朝日を浴びて、今日も一日頑張ろうと思うのを習慣にしてください。できる受験生の朝のルーティンの2つ目は昨日の復習をすること。勉強してると覚えたこと、覚えそうなこと、何度やっても覚えられないことって出てくると思います。その何度やっても覚えられないけど覚えていかなきゃいけないことっていうのを、毎日勉強の中で1枚の紙、1日1枚で仕上がるように、いらない紙の裏とかに書き出しておくんですね。そしてそれを翌日見直すんです、朝一に。そうすると知識が整理されて、あ、昨日やったこれ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 っていう風に確認ができるので、それを見直しておくことで記憶が定着します。これがもしもう1日伸びたり1週間伸びたりすると、たちまち覚えられなくなるんですね。人間の記憶はどんどんなくなっていくので、昨日やった絶対に覚えたいと思ったことは書き出しておいて翌朝見直す、これは絶対に習慣にした方がいいです。はい、ではできる受験生のモーニングルーティン3つ目は、今日の目標と今日のノルマを書き出す。私はポストイットに書き出してましたし、人によってはメモ帳とかでもいいと思うんですけど、今日の1日の目標はこれだっていうのを決めます。例えば集中力を切らさないとか、休憩をちゃんと取るとか、全ての勉強でストップウォッチを使うとか、まあ、何でもいいんですけど、そういう目標を一つ書き出しておきましょう。私はポストイットに書いて机に貼っとくのがおすすめです。それとは別に今日やる勉強のノルマも書き出してください。これは具体的に細かく書けば書くほどよくて、英語の教科書の何ページから何ページをやるとか、明日の小テストの範囲をやり直すとか、数学の宿題の問題集を終わらせるとか、それを羅列させておきます。で、やり終わったものから線で消していくっていうのを、私はもう2年ぐらいですかね、応用を受験する時も東大を受験する時もその後の資格試験をやる時もずっとやってました。なのでこれはやってください。はい、ということで今回はできる受験生のモーニングルーティーン3つを紹介してみました。とても簡単なことなので、毎日やって習慣化してください。で、おまけとしてもう1個言うと、個人的なおすすめはリスニング教材を朝にやる。朝って眠たいので、なかなか自分で難しいテキストを読んだりとかっていうと頭に入らなかったりします。英語のリスニングであれば家でも耳に入ってくるので、入ってきたものをブツブツとシャドーイングして言う、こういう風に耳と頭と口を使って勉強をするって、なかなかリスニング以外でないと思うので、語感をいっぱい使って自分を目覚めさせられる。で、なおかつリスニングってちょっと勉強を後回しにしがちなので、朝やってしまうのはとってもおすすめです。受かる受験生のモーニングルーティーン、皆さんも真似してみてください。バイバーイ。